おはようございます、カイチです。今回もゼルダの伝説ブレスオブザワイルドをやっていきます。こちらのシリーズご視聴いただいている皆さん、お帰りなさい。あ、よかった、祝福だ。うお、すごい谷だなこれ。騎士の両手剣メインで行こう。おはよう。うわっ。うそ。オッケー。あー、よかったよかった。ちょっと若さん行くよ。誰もいない。なんすか。歯入っとる。ど根性。はい。こんにちは。なんすか、ほこら起動させてくれない感じじゃん。どいてください。はい、うん、あの寝てたやつかな、やっぱりな。はい、うん、風なしだよね。きつ、きつ。はーい。しっかりしてるね。ういっす。あ、下からか。うい。下に強制的に行くわけね。違う。そうか、ちょっとあの薬がいるんじゃない。早く動けるようになる。絶対どっかにアクアルピーがあるはずなんだよな。あれか。よいしょ。これで38。絶対時間が足らんまず。これならいけるんじゃない。しょしょ、よし。この辺にあったよね。あった、あれ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 。はっ、あかかかか。スタミナの時間がない。スタミナもないけど時間もないよ。やばい、これ飛べるか。あ、まあ、いいか。よし、やばいやばいやばい、時間が。はい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 。よしよし。一発。オッケーオッケーオッケー。どうも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 。あ、もういいわ、もうやらん。はい、なんか祝福多いよな。寝
タ切れですか、ね、よしよし、もう一回か、もう一回で一周いくね。どこの夜、東の夜空、赤い流れ星。もう一回、もう一回確認しよう。東の夜空、ああ朝になっちゃった。はい、はーい。おお、ここから夜なのか。おおお、なんか鳴った。音がする、音がする。おお、見た、見たよ。むっちゃすぐ出たね。これ見るだけじゃダメなんだ、取りに行かなかな、あれ。はい、お邪魔虫。おい、おい、宝箱来た。何これお宝じゃん、これ。サルペジャーボディ、しかも音楽はなんか変わったけど、これ飛んでんじゃないの、竜が。お宝ゲットー、サルベージし、あ、それで3つなんだ。貫かれた高き雪山の山頂から南東の夜空。え、これってもしかしてあそこじゃないの。多分ここでいいと思うんだよね。こっから南東の夜空を見上げれば、貫かれたってなってるから、これ登った方がいいのかな。おい、なんとなんと、こんなもんでどうでしょう。この辺か。キューン、ここじゃないのかな。何も起こらない。時間だけが過ぎていく。ちなみにこの音が好きなんだよね、このカッション。雪っていうと一応こっちの方にもあるんだよね。あれか、あそこ行くか。まあ貫かれたっていう表現が合わなくもないよね。これだよって言われたら、あ、そうですかっていう。ん？これ撮ったっけ？撮ってなかった。これ？これ登るの？これが貫かれてる。この辺か。もうちょいこっちか。はい、なんと。快晴。流れるかな。割と高いね、この山。あれも高いな。あそこも高いぞ。あの辺もちょっと高い。流れるかな。やっぱあのラネール山だと思うんだよね。これ毎回流れるんじゃなくて、運もあるのかな。落ちない。ここじゃないんだ。あ、こう行くんか。あの辺からこう登っていって、ドン。なんか普通に登山してる。この辺から燃やされるんかな。岩奥だ。ミニ岩ロック。こんな拙者、超拙者。マグロック。あー、これこれだ。熱いんだよね。はい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 、
そういう問題じゃない。そういう問題じゃないよな。リンクめっちゃ熱そうな顔してる。